実はね、今日お話をするにあたって、伊藤さんから題名与えられてないんですけど、今年1年間、去年6月30日から今日6月30日までに発見したことが3つあるので、その3つが結構面白いので、その3つの報告をしようと思ったわけですね。それで、1つ目がその、クリスタルですね、水晶玉ですね。あれが面白い。ブラシでトイレ掃除をしていると、臨時収入がやってくるっていう宇宙の法則があるんですよ。ブラシっていうのはね、たわしブラシから持つところまで5センチ、10センチ、15センチっていう柄があるんです。あるでしょ、柄があるんです。ね。で、トイレ掃除をしないよりも、このブラシとか、この柄のあるやつでやってもいいんです。で、何にもトイレ掃除しないよりはこのブラシを使ってやってもいいんですけど、ブラシとかたわしでやってもいいんですけど、そういうと、まあとりあえず入ってくる金額のゼロっていうのがまああるわけですよね。2万円なら2万円という金額が入ってくるわけです。で、その金額に対して今度は雑巾にして、雑巾でトイレ掃除を拭くようになると、つまり柄がなくて手とこの道具が一体化して動いてるっていう状況になると、ゼロがもう一個増えるっていう宇宙の法則があるんですよ。そして今度は雑巾をやめてトイレットペーパーだけでトイレをきれいにするようになると、さらにゼロが一個増えるんですよ。これも宇宙の法則として確認ができたんですね。そしてトイレットペーパーを使わないで素手で全部洗い清めるようになると、しかも素手っていうのはね、どっかの旅館ホテルのトイレ行ってやってみると分かりますけどね、目に見えてきれいでもこうやって手でやってみるとヌルヌルしてます、ヌメヌメしてます。それでこれを手でやり始めると、そのヌメヌメが全部落ちます。それで手の下でいい音がし始めますよ。キュッ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 という感じの、そのぬめりがなくなって、キュッ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 って、これが81回ぐらい音しますね。分かんない人は隣の人に聞いてください。キュッキュ81です。素手でやるようになっていいですか。ブラシでやるようになったら2万円の臨時収入があった。雑巾になるとゼロが1個増えると20万でしょ。すごいですよね。これでも、でも雑巾が今度はトイレットペーパーになるとゼロが1個増えると200万ですよね。こっからさらにゼロ1個増えると大きいと思いませんか。で、トイレットペーパーがすでになるとゼロが1個増えて2000万という数字大きいですよね。すでになってすでに終わりかなと思っていたんですけど、この1年間に分かったこと、水晶玉をトイレに入れておくとなぜかゼロがもう1個増えるってことが分かったんです。水晶玉をトイレに入れておくっていうのは水槽に入れるんではありません。がかわいそうでしょうが、便器の中に入れちゃダメですよ。もともと綺麗なものをそんな汚しちゃダメですよ。見えるとこに置いとくんです。トイレの足元でもいいし、棚の上でもいいから。それでなぜかそれを入れてると、どうもゼロが1個余分につくらしいということがいくつかあちこちでレポートをされたんですけど、今私が知っているのは何十例ですけども、なぜかとってもそういう、それで怪しい話なんだけども、とりあえず鹿の10分の1で売ってるもんだから、なるべくこのクリスタルは出してくださいっつって出すのをお願いしてるわけですよね。
で高いクリスタル売りませんけど、ここは安いのでね、日本の相場の10分の1で売ってるので、でこれをトイレの中に、中にっていうのはトイレの部屋の、トイレの部屋の中だけど水槽の外ですよ。だって勘違いする人がいるんですよ。トイレの中に行って水槽の中にだと思ってたっていう人がいて、あの水が溜まるところに沈めてた人もいるんですよ。まあそれはまだいいですけど、あの便器の中に置かないようにね、かわいそうだからね。便器の中に水晶入れてたら出ないじゃないですか。まあそんな話はどうでもいい。それでとにかくそのクリスタルを、その水晶を置いていたら、なぜか金額が違うっていう、つまりもう素手でトイレ掃除をしたら、究極トイレ掃除の究極の姿がこれで終わりかと思ったら、なんとさらにその水晶玉を置いとくと面白いということが一つ分かったんですよ。だからこれは面白い情報として一応喋っておきます。でそれは今年1年の間に何十例っていう報告を受けたから、細かいなって、でも面白いねって言ってたら、その 4,5 日前の尾道で10人当たった人の6人が、その水晶を買った人は12人だったそうです。12人のうちの6人に当たった、2分の1 50% ですね。だからやっぱりすごいなんか確率を持ってるみたいで、なんかまあ結構おすすめ品ではあるんですよね。水晶とガラス玉の見分け方をお教えしておきます。ガラス玉は人間の姿がまっすぐ映ります。水晶玉は逆さに映ります。頭が下で足が上に映ります。この話をすると必ず逆さになって見る人がいる。必ず逆さになる人がいるんですけど、その場合は頭を下にした時はこれは頭が上で足が下に映ります。当たり前ですけど、はい。でそれが逆さに映った場合は水晶であるということですね。でなんか分かんないんですけど、とりあえず宇宙と水晶がつながってるのかなと思うんですけど、その水晶という物体に寄りかかるよりは、この水晶がさっき言った物性を想像するのに非常にいい。クリスタル状態でガラスよりも透明感があるから、これを見ながら、あ、私の魂なんだ、玉を見ながら玉だけっていうのは、ね、やっぱり水晶の玉、水晶の玉っていうと上品だけど、玉見ながらとか言うとちょっと下品ですよね。玉見ながらって猫を見てるわけじゃない。でその水晶の玉を見ながら、見るたんびに、あ、これが私の本来の物性なのね、仏の性なのね、私の魂はこれほど綺麗なものだったのよね、でも時たま泥汚れになってるのよね、その泥汚れとは競うこと、比べること、争うこと、抜きんでること、他の他と比べること、そしてそれよりも自分が上に上がんなくてはいけないという価値観のもとで泥汚れの塊になったんです。それを全部洗い流すことができたら、人間はすごく幸せに生きることができる。それは瞬間である。滝に打たれる必要はない。ボーリングで3回ストライクを出す必要もない。ターキー滝に打たれる必要もない。ターキーを出す必要もない。アジサイの花に見入る必要もない。まあこれはオタッキーという、いいや。シーボルトっていう人がいて、シーボルト江戸時代にね、
まあ、明治にも来てますけど、江戸時代の末期にシーボルト事件で追放された人ですけど、この、シーボルトに出入りをしていた日本の女性がお滝さんって言って、でそのお滝さんが一番好きだった花がアジサイで、アジサイ日本原産だから、シーボルトはこの花にお滝さんという名前をつけて、お滝、お滝、滝って呼んでたわけです。そしたら学名が滝になったわけですね。まあそんな話はとてもいいですよ、はい。だから今ちょっと滝に打たれるのと、ちょっとボーリング3つストライクを重ねるのと、アジサイを見るのをちょっといたずらしてみましたが、分かりが悪かったみたいですね新しく思いついたのってダメですね、やっぱり練られてないから。あのクリスタルは練られてます、練り物です、はい。それでこのクリスタルを見ながら自分の魂というものを思い出しながら、そうかそうか、競うこと、比べること、争うことがなければ、自分の魂はこんなに綺麗なものだったんだっていうのを確認しながら見てるという意味もなかなかいいかと思いますね。だからとりあえず、あの高いものは進めませんけど、日本で一番安い相場の10分の1で売ってますので、まあ、これはなかなかお買い得品で、ただ大きさがどのくらいだとどういう因果関係があるのか全く分かりません。あの突然に350万の商談がまとまったつって連絡くれた人もいるんですけど、その人のクリスタルはどのくらいの大きさだったか分かんないんですけど、確か五寸玉の15センチだったと思うんですけどって言って高い方にいざなってますけどねはい、まあ、あの興味があったら買って帰ると面白いかもしれません。その植物的なトイレ掃除とお金が結びつくっていうのも興味深くて面白い話ではあるんですけど、あの透明感というのが自分の魂と同じものである物性であるっていうのを今日の話として思い出すためにあれ見てるのはなかなかいい話だなと思うんです。1年間の間にちょっと新しい情報をつかんだうちの一つがそれ、クリスタルが結構面白いということですね。2つ目、宇多志焼の話。三方堂の家元っていうのをずっと名乗ってきたんですけどね、三方堂、いろんな道があって、柔術というのが柔道になり、剣術というのが剣道になり、合気術っていうのが合気道になった、でお花の道で華道になり、お茶の道で茶道になりって、日本人はみんな道にするのが好きである。で道というのは要するに哲学を極める、究極を極めるという意味で、みんな日本人の場合は道にしちゃうんです。だから西洋の場合は用具っていうものなんですけど、日本の場合は用具がほとんど全部道具になりますね。道の具ですね。普通に何の使命もない用具というのがほとんどなくて、全部何かの道を追求するためのアイテムなので、道具という言い方をします。でその道ということでいうと、味方道というのも物の見方を身につけるという意味で、一生涯かけて追求するような哲学的な内容なので、味方道という言い方をしました。そして小林正観は味方道の家元を名乗っているんですが、 3,4 年、家元を名乗るのをやめておりました。それは三浦綾子さんのエッセイの中にたまたま感謝婦人という項目があって、旭川が真夏の一番暑い時に20日間雨が降り続いたことがあった。でその感謝婦人という、三浦綾子さんの友人と共通の友人である感謝婦人、何でもかんでもありがたいですよね、神様に感謝ですよねって口癖の人がいて、それを皆さんは感謝婦人と呼んでたんですが、20日間の長雨の結果、ある人がこの感謝婦人に会ったらどう言うんだろうと興味深かった、まあ意地悪な質問になった。でその感謝婦人にある人が会った。でその会った人が感謝婦人に向かってこう言ったんですね。本当に困ったもんですね、20日間長雨が続いて、
農業の人みんな困ってますよね、酪農の人も牧草ができなくて困ってますよね、洗濯物も乾かなくてとっても困ってますよね、本当に困ったもんですねって言った。そしたら感謝夫人がにっこり笑ってこう言った。ありがたいことですよね、神様に感謝ですよね、いつもの言葉を言った。その文章を読んだ瞬間に私はその本を、三浦綾子さんのエッセイ集をパタッと閉じました。閉じました。さあ三浦綾子さんはその後、その三浦綾子さんがじゃないんですけど、感謝夫人はその後どう言ったかというのを私自身が想像しました。だって私は三方堂の家元ですね。20日間の長雨の後に困ったもんですよねっていう人に対して、この感謝夫人はありがたいことですよね、神様に感謝ですよねっていうとこまでは言ったんです。そっから先の原因理由を喋ろうとした瞬間に私は本を閉じたわけですね。さあ三方堂の家元を名乗ってる小林正観としては、この人がね、えありがたいことですよね、神様に感謝ですよねって言った原因理由を追求しなくてはいけませんね。立場上家元なんですから。家元っていうのは日本中で一番それが分かってる人なんですから。そして本を前にして腕組みをして考えました。3時間考えました。総理大臣の秘書にはなれませんけど3時間。そんなことはどうでもいいよ。3時間考えました。本を伏せたまま本の前で謝りました。すいません、分かりません、参りました。本に向かって頭を下げました。そして開きました。どう書いてあったか。ありがたいことですよね、神様に感謝ですよね、これだけの雨の量を1日で降らしたら川が氾濫し多くの人が困ったでしょうね、限りない優しさを持った神様はこれだけの量の雨を20日間に分けて降らしてくださったんですね、ありがたいことですよね、神様に感謝って言ったんです。この感謝夫人は思いつきませんでした。その文章を読んで以来私は家元を名乗るのをやめておりました。本を全部読み終わってから本に向かって頭を下げました。家元と名乗っていたのが恥ずかしいです。家もっと勉強します。謙虚になりました、まあ謙虚さっていうと今日のちょっと天気にも関わりがあるんですけどね、謙虚になりました。一昨日ね、豊橋で講演会があったんです。それで6月30日お伊勢さんのありがとう参りなんですけど、去年まで5回やって5回とも全部雨が降らなくて奇跡的に晴れたんですよねっていう話をしてしまいました。自慢げに。自慢の心があると怖いんですよ。天照さんずっと聞いているんです。そして淡々と事実を伝えるんだったらいいんですけど、自慢げな心があるとね、ちょっと厳しい方なんです。そして一昨日喋った私の言葉の中に自慢げな心がなかったかと思うと、そうでもないんですよ。ちょっと自慢げな心が入っていたのが自分の中であるもんですから、あちゃー、ちょっと30秒ほどねブルース・リーになっていたわけ、あちゃー。朝起きたら真っ青な快晴で、もういきなり午前10時に35度になったっていうから、今日は快晴で一日中晴れ、でも一抹の不安がこの辺に。天
テラスさん聞いてなかったかなと思ってたら、さっき土砂降りの雨が今日雨に降られたら私のせいです。すみません。ちょっと皆さん罪を分け合ってくれます？私もちょっと自慢げに喋っちゃったのよねって、お互いに罪を分かち合ってください。はい、よいしょ。